浜松医大の斉地です。私はパリアントの機能を推定するについてお話しさせていただきます。まず自己紹介ですが、実は私、産婦人科医でして3年間臨床しました。で、2001年に、京都大学の塩田先生の下で発生生物学をやって、でその後ポスドクまでやったんですが、2006年にですね、人の病気について研究したいと思いまして、松本先生の下で人の遺伝学の研究を開始しました。以降、もう15年ぐらいですね、人の遺伝学研究を行っております。私、日本遺伝子診療学会の JTEC エキスパート認定制度委員会の委員長を、4月から務めさせてもらってます。この活動についてちょっとご紹介させてもらいますが、年2回臨床遺伝情報検索講習会を行ってまして、メンデル遺伝病に関する情報検索や、あるいは18回だと、がんゲノム医療に関する情報検索。そして第19回だと、統合 TV の活用法を、ライフサイエンス統合データベースセンターの小野先生にお話してきました。これはオンライン e ラーニングシステムを使ってまして、AJAX に参加されている方は興味があるんじゃないかと思いますので、ご紹介させていただきます。じゃあ今日私が話す内容ですが、まず最初にバリアントの種類についてお話しした後に、試験になりますが、バリアントの機能推定の役割についてお話しさせてもらいます。そして、大部分はですね、インシリコ解析プログラムの紹介ということになって、ウェブで検索できるプログラムについてご紹介いたします。上の6つがミスセンスバリアント中心の解析プログラムで、下の2つがスプライシング予測のプログラムになります。まず、バリアントの大まかな種類と大きさをスライドに示しています。1塩基置換は文字通りこの1塩基の置換でして、スライドだとグアニンとシトシンのペアがアデニンとチミンのペアに置き換わっています。これがエクソン上で起こると、アミノ酸の置換が起こったり、早期終止コドンが出現したり、スプライシング、イントロンやスプライス V に起こると、スプライシング異常も起こり得ます。SNV です。で挿入結質は1塩基から1000塩基の挿入や結質でして、スライドの例だとグアニンとシトシンのペアがなくなっていると。これによって、エクソン上にありますと、フレームシフトが起こって、早期終止コドンが出現します。反復配列の伸長は、主に大人の脳の変性疾患で重要になってくる変化でして、その他にコピー数変化というのもあります。これは、通常は2コピーあるような常染色体上の遺伝子が片方なくなって1コピーになっているというような場合を指しますが、このようにコピー数が変わることで遺伝子の発現量が変わりますので、病気に関係してきます。その他、ダウン症のような21トリソミーの染色体数性や、ロバートソン型転座のような染色体構造異常もあります。じゃあ、今日、バリアントの機能を推定するで扱うバリアントは何かっていうと、この1塩基置換 SNV や挿入結質になります。これらを総称してシークエンスバリアントって言います。シークエンスバリアントの分類、ちょっと詳しく見ていきましょう。シノニマスバリアントっていうのは、アミノ酸置換を伴わないバリアントです。GGA というコドンが、この最後のアデニンがグアニンに変わったとしても、GGG も同じグリシンなんですね。なので、アミノ酸置換が伴いませんので、これは、シノニマスバリアントと呼ばれます。シノニマスは基本的には病気の原因にはならないんですけど、稀にですね、スプライシングの異常を起こしたりするので、そういったものを見つけるのは大事になってきます。ミスセンスバリアント、あるいはノンシノニマスバリアント、シノニマスじゃないバリアントって言われますが、スライドだと GGA の最初のグアニンがアデニンに変わることで、グリシンがアルギンに変わるという1アミノ酸置換が起こります。ナンセンスバリアントは、今度はですね、この最初のグアニンがチミンに変わったときなどに起こりますが、TGA というストップコドンができて、翻訳がストップしてしまうというわけです。このストップしてしまうものをナンセンスバリアントって言います。フレームシフトに関して言うと、これ下がフレームシフトの例になりますが、例えばこういう繰り返し配列がある場合に起こりやすいんですけど、AAA が、5つ、A が繰り返しが5つある場合に1個なくなってしまった場合。この場合、フレームがずれるので、その後ストップコドンができちゃうということで、これをフレームシフトバリアントって言います。一方、インフレーム。フレームが、同じだっていうのはどういうことかっていうと、3の倍数の塩基の数が挿入したり、検出したりする場合で、スライドの例だとこの A が3つ消えてますので、1アミノ酸のリジンが検出するというインフレームの検出が起こっています。このインフレーム、フレームシフトは、スライドだと検出の例を示しましたけど、もちろん挿入でも起こり得ます。もう一つはスプライスサイトバリアントとイントロンバリアントがあります。スプライスサイトバリアントは、キャノニカルな、スプライスサイトのバリアントのことを言いまして、キャノニカルって何かっていうと、この AG と GT っていう、保存された塩基配列を使うようなスプライスサイトをキャノニカルスプライスサイトと言います。このスライドの例だと、GT のドナーのチミンがグアニンに変わってると。で、それを表現するのに、このエクソンの端から2塩基離れてるんで、プラス2っていうふうに表現しています。で、例えばこっちの方はですね、エクソンの端から8塩基離れてるので、マイナス8の G が A というふうに表記されて、これがイントロンバリアントです。こうしてみると、もうナンセンスバリアントとかフレームシフトバリアントは、アミノ酸の翻訳がストップするんで、もう悪いっていうのは明らかなんですね。あとは、キャノニカルなスプライスサイトのバリアントも、基本的にスプライシング以上は必発ですので、これら3つに関しては、機能を推定する必要もなく、まず悪いと、影響大ということが分かります。じゃあ、機能を推定しないといけないのは、この1アミノ酸置換のミスセンスバリアントとか、1アミノ酸、あるいは複数のアミノ酸が入ったり、消したりするインフレームのバリアント。それと、大部分、病気に関係しないようなシノニマスバリアントでスプライス異常を起こすようなもの。で、イントロンで、基本的にはあまり関係ないんだけど、スプライス異常を起こす可能性があるものっていうのを、機能予測する必要がございます。バリアントの機能推定の役割ですが、私が考えるに、オーバーラップはしますが、まず遺伝子診断において、基地の原遺伝子に同定されたバリアントの病原性の評価の基準の一つとして使うという方法があるかと思います。これに関しては、もうすでにですね、ACMG のガイドラインっていうのがあって、メンデル遺伝病に対して、生殖細胞系列のバリアント、つまり、遺伝するバリアントに関して、こういう基準で評価しなさいというのが、報告されています。バリアントはですね、そのガイドラインだと、パソジェニック、ライクリーパソジェニック、アンサーテンシグニカス、ライクリー、ベナイン、ベナインの5段階に分類しまして、パソジェニック、ライクリーパソジェニックが、病気の原因と考えていいということになります。で、この分類するためのエビデンスとしてはですね、このようなものがありまして、ベリーストロングなもの、とても強いものは、先ほど紹介したナンセンスやフレームシフト、スプライス V のバリアントといった、もうタンパク質の機能に影響を与えるのが必発なバリアントになります。ストロングなエビデンスとしては、お父さんお母さんいなくて患者さんの突然変異であるデノボであること、病的が確立されたアミノ酸置換と同じであること、そして、機能解析で機能低下が証明されたことということで、この機能解析でインシリコ予測が使えるかというと、そうではなくて、インシリコの病的予測はここ。あくまでサポーティブエビデンスということになっています。で、もう一つの、インシリコ解析の役割として、網羅的遺伝子解析をやったときのバリアントのフィルタリングの一つの指標として使うということがあるかと思います。で、これに関してはですね、病原性予測が高いから病的っていう使い方じゃなくて、まあ、予測が低いので病的でない可能性が高いということでフィルタリングするという使い方になるかと思います。で、もう一つ、イントロのバリアントに関しては、RNA 解析をするかの決定に重要だと思います。例えば、こういう GNAO1 のイントロン、エクソンイントロンジャンクションから8塩基離れたグアニンがアデニンに変わっているバリアントがあったとして、普通はですね、イントロのバリアントで、キャノニカルなスプライスサイトになければ、あまり RNA 解析とか考えないんですが、この患者さんの場合は、スプライス AI ですごく異常が予測されましたので、末梢血管下球からメッセンジャー RNA を取って RT-PCR やりました。そうすると、コントロールだと1本、ここにパチッとあるだけなんですけど、患者だとここに2本あって、これが異常なバリアントによる異常なトランスクリプトということが分かりました。このように、スプラ異常を見るための RNA 解析っていうのは、さほど機能解析としてはハードルが高くないので、まあ、それをやるかやらないかの、所見として、インシリコ解析は重要になります。じゃあ、具体的にインシリコ解析プログラムの紹介をこれからやっていきます。上の6つは密センスバリアント中心になって、プロミントミューテーションテスターはさらにインフレームやフレームシフトのバリアントが解析できます。そしてキャットに関してはさらにイントロンのバリアントも解析できるということになりますが、これら6つに関しては、dbNSFP というサイトがありまして、これも Web があるんですけど、ここでまとめてスコアをつけることもできます。ただ、やっぱり限界もあって、これ、スコアつけれるのは、ノンシノニマスの SNV か、スプライスサイトの SNV ということで、シノニマスのバリアントとか、あとはインフレームとかのバリアント、イントロのバリアントには、このスコアはつかないということになります。では、この BRCA2 の18番目のアルギニンが必須に変わるという密センスバリアントを例に、見ていきましょう。で、これはゲノムで言うと、GRCH38 だとこのポジションでありまして、GRCH37 だとこのポジションになります。まあ、コンティグ13番染色体のバージョン11のコンティグが GRCH38 で、バージョン10のコンティグが GRCH37 というわけです。まずシフトなんですが、ウェブページ行くとこういうのは書いてまして、進化的な配列保存性とアミノ酸の物理的特性を使って、判断して、スコアを出すということが書いてあります。で、このヒストリーを見るとですね、ポーリンさんっていう方が、開発者なんですが、なんと2001年からもうやってくれてます。で、いろいろ研究所を変わりながらずっと維持してくれまして、もう20年以上ですね、このシフトを、維持しております。で、大きくゲノムツールとプロテインツールの2つに分かれておりまして、パブリケーションを見るとですね、このシフト 4G っていうのが、4ゲノムになりまして、これが新しいみたいです。Nature プロトコールに2016年に報告されています。で、シフト 4 ゲノムズっていうオンラインサブミッションは VCF ファイルを、サブミットすれば、アノテーションをつけてくれるプログラムでして、ただ今回はですね、基本的に Web に入力していく形で見ていきたいと思います。なので、ここのシフト4のうちのシングルチェンジバリアントってやつと、タンパク質配列を入れるシフトシークエンスの2つについて見ていきます。まず、ノンシノニマスシングルヌクレオチドバリアントの使い方ですが、コーディネートは HG19 だけです。で、クロモゾームとポジションと、あとはオリエンテーションを入れるんですね。これはセンサーに乗ってるか、センサーに乗ってるかっていうことでして、BRCA2 の場合は、このコーディングの表記と、ディファレンスゲノムでの表記が一緒ですので、センサーに乗ってるということで1でいいです。で、グアニンがアデニンに変わっています。で、これで、送信を押してもらうと、こういう値が出てきまして、プレディクションとしてはトレレイティッドだと。で、スコアは 0.23 ということです。で、シフトの場合はですね、スコアが 0.05 よりも小さい場合にイントレラント、我慢できないというか、許容できないということになりますので、0.23 は許容範囲で、タンパク質の機能にあまり影響を与えないだろうということが予測されています。じゃあ、もう一つのシフトシークエンスの使い方ですが、これはですね、タンパク質のファスト A 配列を入れてくださいということが書かれてまして、ここにクエリーシークエンス、ファスト A 配列を入れてくださいということです。で、これ見るとですね、ただ、ユニプロットのデータベース見ると、2010年で結構古いんです。なんで、筆者的にも、ポーリーさん的にも、ゲノムの方の解析にシフトしてて、タンパク質配列を入れての解析はもうアップデートしてないんじゃないかなというのが予想できます。じゃあ、まず、どうやって、アミノ酸配列、ファスト A 配列を取るかというのについて勉強していきます。私はこのユニプロットっていうのをよく使ってます。で、このユニプロットのトップページでですね、ヒューマンの BRCA2 って入れて、サーチをすると、こんな感じで、タンパク質の配列が出てきます。で、このトップに出ているのが人の BRCA2 でして、長さが3418ということで、かなり長い配列になっています。で、これを、ID、ユニプロットの ID なんだけど、これをクリックしてあげると、こういうようなページが出てきまして、ファンクションについてとか、名前についてとか、サブセルラーローカライゼーションとか、いろんな情報が出てきてます。で、面白いのはこのストラクチャーっていうのがあってですね、こういうふうに BRCA2 はタンパク質の立体構造がもう解明されてるみたいで、タンパク質の立体構造配列が出ます。じゃあ、解明されてないやつは出ないのかっていうと、そうでなくて、今年ですね、アルファホールド2っていう AI を使ったタンパク質の構造予測プログラムが Nature に発表されたんですけど、すごく精度が高いと評判です。で、それを使った、予測がされているタンパク質に関しては、アルファホールド2の予測での構造っていうのがここで得られます。ミスセンスバリアントとかインフレームのバリアントに関しては、やっぱり立体構造が分かれば、機能も予測しやすいので、ここはぜひチェックしてください。じゃあ、ファスト A 配列どうやって取るかっていうと、このフォーマットのところをクリックすると、こういうふうにファスト A っていうのが出てきますので、これをクリックするとダウンロードできます。ファスト A 形式っていうのはこう矢印があって、で、なんか名前が書いてあって、改行して全部配列が載ってるっていうものです。で、アイソフォームによって自分が思ってるそのバリアントのポジション、アミノ酸地下のポジションが違う場合もあるので、必ず確認してください。ちゃんと18番目はアルギニンになってました。で、これをコピペして、で、18番目のアルギニンが必須になりますよっていうのを入れて、サブミットすると、こんな感じの予測が出てきます。で、ここで、Predictions of Substitutions Entered をクリックしてあげると、こういう結果が出て、ちょっと意外なことに、タンパク質配列で予測をすると、スコアが0ということで、アフェクトプロテインファンクションっていう予測になりました。ゲノムでやったときと違うぞってことになるんですけど、一応注釈がついててですね、これはちょっとローコンフィデンス、自信がありませんということが書いてます。なので、おそらく自信があるゲノムの方を使わないといけないっていうことだと思います。こういうふうに矛盾がある場合には、筆者的にも新しい方に力を入れてるみたいなので、もう、シフトに関してはゲノムの方でやればいいのかなと思います。で、次にポリフェン2になります。で、ポリフェン2はこういうふうに、タンパク質の名前を入れて、もしくはファスト A 形式で配列を入れて、何番目の、アミノ酸が変わりますよということを入れてば解析できます。まず、About をクリックして、どんなアルゴリズムをやってるかっていうのを見ると、コーディングのノンシロニマス SNP ということで、まあ、シングル症バリアント、今だとバリアントで、この時はシングル症ポリモルフィズムになってますけど、SNV を見るってことになってる。で、マルチプルシーケンスアライメントで進化的な保存性を見て、そして機械学習で、学習させてますっていうことを書いてまして、これ2010年のネイチャーメソッドに報告されてるんですけど、この論文がオープンアクセスなのでチェックすると、こんな感じでですね、シークエンスの進化的保存性の配列だけじゃなくて、得られる場合には立体構造も使って機械学習をしているということがわかります。2010年で機械学習を使ったのはかなり先進的なプログラムなんじゃないかと思います。じゃあ実際にどうやって使うかというと、タンパク質の名前もしくはユニプロットの ID を入れるといいです。で、このポリフェン2っていうのは、アミノ酸の配列はユニプロットのデータベースから取ってきているので、これを入れるともう間違いないです。時々遺伝子の名前だけだと、エラーで止まる場合があります。で、この場合、ユニプロットの、BRCA2 の ID 入れて、18番目のアルギニンが必須人ですよって入れて、サブミットクエリをやると、いいです。で、そうするとですね、ペンディングなのが、待ちなのは1個だけで、ランニングなのは1つもランニングしないっていう、サーバーがガラガラな状態なのですぐ解析してくれて、ビューを見ると解析結果が閲覧できます。で、これが解析結果になるんですけど、probably damaging と出てます。で、これまでシフトだとちょっと、トレレーティッドだったのに、こちらではダメージングと予測されているってことがあるんですけど、ここのHumVarっていうところのプラスもクリックしてあげるとですね、こっちはベナインになってます。だから皆さん、どっちを信用すればいいのかっていうのが、ちょっと思うかと思いますが、実はですね、このHumDivとHumVarは機械学習させるときのデータセットが違います。どう違うかっていうのは、この下に書いてますけど、HumDivの場合は、3155のメンデル遺伝病の病気の原因になるようなバリアントを、ディジーズダメージングバリアントとして機械学習させてて、じゃあ、ノンダメージングとしては、人のタンパク質配列と哺乳類のホモログとの配列の違いの6321個の違いを、ノンダメージングバリアントとして機械学習させているわけです。一方、HumVarの方はですね、数も多くて13032個のヒューマンのディジーズコージングミューテーションをダメージングバリアントとして機械学習させてて、じゃあ、ノンダメージングの方はというと、同じく人のノンシロニマス SNV で、病気との関連は言われてないものをノンダメージングとして使ってます。つまり区別させている対象が全然違います。で、メンデル遺伝病の診断をしようと思ったら、区別しないといけないのは、この病気の原因ではないノンシロニマスバリアントと病気の原因であるノンシロニマスバリアントを区別しないといけないので、メンデル遺伝病を使うときには、このHumVarを使わないといけないということになります。で、筆者はこのHumDivはゲノムワイドアソシエーションスタディなんかで使ってくださいということで、先生たちがどの、モデルを使ってやるかっていうのは、自分がこのバリアントの機能を見たい、そのプロジェクトによって変えないといけないということになります。メンデル遺伝病の遺伝子解析やったときには、このHumVarを使ってください。それ以外にマルチプルシークエンスアライメントも出てきますし、利用可能なときには、このタンパク質立体構造も出てきます。BRCA2 の時にはちょっと出なかったですね。残念ながら。なので、別の遺伝子のバリアントを入れてみたところ、この SXBP1 の C180Y というバリアントだったら、立体構造、このいう立体構造があって、ここにバリアントがありますよということがわかります。で、ローカルサーバーでこのポリフェン2のスコアをつけようと思うと、ちゃんとダウンロードっていうところに、そういうソースコードとか入れてくれてるんですけど、かなりインストールするのはハードルが高い。じゃあどうするかっていうと、よくアノテーションをつけるのに使われるANNOVARとか SNPF っていうのを利用して、先ほど紹介した dbNSFP っていうノンシノニマスの SNV を、アノテーションするっていうものを使うと、ミスセンスバリアントだけなので、どっちにしろポリフェン2は、これで十分アノテーションがつくということになります。じゃ次に M-CAP についてご紹介します。M-CAP はメンデリアン・クリニカリー・アプリカブル・パソジェニシティ・スコアということで、メンデル遺伝病の臨床で使えるようなスコアという売りになっています。で、どういうことをやってるかというと、今まで紹介したシフトとかポリフェン2とか、あとですね、最後の方に紹介する CAT っていうのを組み入れて、さらにノベルフューチャーとして進化的な保存性を考慮して機械学習をさせてます。でこれ2016年に Nature Genetics に載ってます。結構比較的新しいスコアですね。で彼らの売りの部分っていうのはこの部分でして、シフトとかポリフェン2とか CAT だと、パソジェニックバリアントをミスクラシフィケーションしているのがだいたい3割ぐらいあるんだけど、MCAP は 5% しかないですよというのが売りになってます。でただ、このクリニカルにということなんで、もう最初からその荒れる頻度で、稀なもの 1% 以下のものだけを、アノテーションしますし、もう一つはミスセンスバリアントに特化しております。で、このデータっていうのはですね、バージョンが1でもうこれは使うなって書いたりとか、1.3、1.4 があって、1.4 が、最新版なんですけど、このスコアをダウンロードすることも可能です。MCAP の使い方としては、ウェブで1個ずつやるか、ローカルサーバーでまとめて入れるかということになりまして、GRCH37、119だけですので、この、GRCH37 に従ったポジションと染色体番号を入れてあげると、すべての塩基置換に対して、予測をつけてくれます。今回はグアニンがアデニンに変わってるやつなんで、こういうことで 0.6 という結構高いスコアが出て、ポッシブリーパソジェニックと出てきました。で他にローカルサーバーでつける場合には、先ほど紹介したANNOVARとか SNPF で dbNSFP を利用する方法がありますし、ダウンロードした MCAP バージョン 1.4 のテキストっていうのを使って、こういう形式になってまして、そのままANNOVARのジェネリックデータベースとしてアノテーションできます。なので、私はこれを使って、ANNOVARを使ってアノテーションしています。で次に、プロビーンについてご紹介します。プロビーンはですね、売りとしては、アミノ酸置換、ミスセンスバリアントだけじゃなくて、インフレームの挿入や検出も判断可能だということで、ここにインデルもできますよというのが売りになっています。で、これ、論文はプロスワンに2010年、12年に出てまして、この論文を見ると、バリアント配列とタンパク質配列のホモログ間の類似性を持って、スコアを判断しているそうです。で、プロビアンのプロテインっていうのと、プロビアンのゲノムっていうのの両方があってですね、アミノ酸配列からでもゲノム配列からでも、どちらでも解析可能です。で、こちらで解析するとですね、なぜかシフトのスコアも出力されます。その開発者がこの3年間、ジョン・グレイク・ベンター研究所、このプロビアンを作っているこの研究所に採石しているためなのかと知れません。じゃあ、まず、プロビアンのプロテインバッジについて見ていきましょう。これはですね、プロテイン ID と、それと、何番目のアミノ酸でリファレンスと、違うものっていうのを入れてあげれば解析できます。プロテイン ID についてはですね、アンサンブルのプロテイン ID も使えますし、NCBI のディクセク ID も使えますけど、今回はこのユニプルットの ID を使います。で今回、このアルギニンシスチンの、ミスセンスだけじゃなくて、形質も、検索しています。このピリオドっていうのが、なくなってるっていう意味で、この18番目のアルギニンが検出するのは、こういうふうにピリオドで変えればいいみたいです。じゃあ同様にインサーションはどうするかっていうと、どうもこうみたいで、Q が QA っていうことであれば、このアラニンが挿入されてるっていうふうに検索できるみたいです。じゃあ、この検索を行うと、しばらく経ってビューリザルトテーブルっていうのが出て、で、これをクリックすると、こういうテーブルが出てきます。18番目のアルギニンが必須に変わってるか、検出してるかっていうことですが、そのプロビアのプレディクションとしてはマイナス 1.17 で、カットオフがマイナス 2.5 なので、これはニュートラルだということになります。検出の方はですね、マイナス 3.63 で、マイナス 2.5 よりも低いので、デレテリアスというふうに判断されておりました。シフトの方はですね、0.31 って出てるんですけど、これはシフトの本家でやったやつが 0.23 なので、ちょっと違うということです。で、次にですね、プロビアンのゲノムバリアンツに関して使い方を紹介します。これは、GRCH の37のポジションだけです。使い方は簡単で、ゲノムのポジションとリファレンスとアルタネートの配列を入れてやるだけです。で、これを入れてクリックすると、こういうビューリザルトテーブルっていうのが何個か出てきて、で、このコンデンストバージョンをクリックすると下のやつが出てきます。で、これは、プロビーンの場合にはマイナス 1.17 で、プロテインでやったときと全く同じ結果。で、シフトに関しては 0.256 と、またちょっと違うということで、シフトスコアを出すときにはですね、やっぱり本家でやった方がいいんじゃないかなと思います。で、ローカルサーバーでプロビンスコアをつけようと思うと、こんなものをダウンロードしてインストールする。ただこれはハードル高いので、先ほどから何回も紹介しているミスセンスバリアントだけを考えて、dbNSFP を利用するっていうのは手だと思います。じゃあ、次にミューテーションテスターについてご紹介いたします。ミューテーションテスターはですね、これ2021って書いてて、最近アップデートされました。で、クロモゾームポジションで入れる方法もあれば、転写産物の場所として入れることもできるし、もう一つ VCF ファイルとしてアップロードして解析してもらうこともできますと。で、ゲノムは GRCH37 だけですね。このサイエンティフィックアーティクルをクリックすると、結構歴史があって、2010年に最初にミューテーションテスターが出てきて、そして2014年にミューテーションテスターの2が出てきて、そして今年ミューテーションテスターの2021が出たということになります。で、この2021年の論文がオープンアクセスなんで、これを見てみると、こちらがミューテーションテスターの部分で、こっちはちょっと別の部分なんで、右半分は見なくていいんですけど、どんなアルゴリズムでやってるかっていうと、やっぱりエボリューショナリーコンサベーションということで、進化的な保存性を見てると。で、それとですね、クリンバーのデータと、これオミムって書いてるけど、多分 HGMD の間違いだと思いますが、クリンバーやヒューマンジーンミューテーションデータベース HGMD で、病的と判断されているバリアントを病的バリアントとして機械学習させています。じゃあ、良性のバリアントはどうやって見つけているかっていうと、このノマドの中で、ホモ接合性バリアントを持つ人がいるバリアントを良性バリアントとしているだけです。ホモでいる人で、そんな明らかな病気になってないだろうから、これは良性だっていう判断なんですね。やっぱりこういうふうに機械学習を最近はみんな使ってます。スプライシング予測は MAX エントスキャンというのを使っているそうで、VCF ファイルを取り扱えるようになりました。で、結果の方ですけど、最初にクロモゾーマルポジションでの解析ですが、こういうふうにポジションを入れて、アミノ塩基の置換を入れてやってアナライズを押すと、こういうふうにトランスクリプトバリアントごとに結果を出してくれます。プレディクションとしては、ないということです。で、これ、助かるところは、いくつかのポピュレーションアレルフリーケンシーデータを紹介してくれてまして、例えばこのノマドで6人ヘテロ接合線の、アレルがあります。6アレルありますよっていうことになります。で、もう一つはですね、その機械学習するときに HGMD のデータを使っているので、この HGMD にこれが登録がありますよっていうことを、言ってくれます。ただこれ、私の持っている HGMD 確認したところ、乳がんで病的はかどうかわかんないねと、DM ハテナで登録されているバリアントでした。で、もう一つの使い方としてですね、このスペシフィックトランスクリプトでの解析っていうのがあります。これは、遺伝子名を入れて、転写産物の ID を選択するということになるんですけど、ちょっと困ったのは、新しいミューテートテスト2021だと、ディフセク ID がないんですね。で、古い方だと、ここにこういう感じでディフセク ID が出てるんですよ。なんでちょっとこれ、だいぶ不親切になったなと思うんですけど、これで自分はディフセク遺伝子のこの ID00059 のバージョン3を使ってるので、このアンサンブルのジェンコード ID を使って検索します。で、ポジションをコーディングの53番目で、グアニンがアデニンになるっていうのを入れるだけです。53のアデニンと。で、これを入れると、前後の塩基配列っていうのもここで出てきます。で、結果としては先ほど見たような、B9 という感じで出てきます。で、このスペシフィックトランスクリプトの解析として1個覚えておくといいなと思うのは、これ、ここのですね、バリアントバイシークエンススニペットっていうので、塩基配列を入れてバリアントをチェックすることができるときです。これどういうときに便利かっていうと、サンガーシークエンスのデータがあるときに、バリアントの記述が正しいかの確認に使えます。私は、時々、論文の査読のときに、サンガーシークエンスの配列でちゃんと正しいかっていうのを確認するときに、たまに使ったりします。じゃあ、ミスセンスバリアントの最後は CAT になります。これはですね、いくつかの研究所が共同して開発しているもので、どんなことをやってくれるかっていうと、まず SNV だけじゃなくて、インサーション、デリーションを解析できますよってことを書いてます。で、どんなアルゴリズムかっていうと、ここに、細かく書いてるんですけど、要はですね、シミュレーションで生じるバリアントと、あと、自然選択を生き延びてきた実際に認められるバリアントを、比較することで、そして、他のプログラムで出た複数のアノテーションを統合させて調べているということです。これちょっと、言ってることはわかるんだけど、どうやってやるのかは全くイメージつけないなというところです。で、これのもう一つの特徴としてはですね、ノンコーディングバリアントもスコアをつけることができます。さらにですね、この2021年に出たキャットスプライス、2021年に出たこの絵では、スプライシング予測がかなり向上したと。影響予測が改善したとなってて、今日紹介するスプライス AI とか MM スプライスっていうのを組み入れることでかなりスプライシング予測も精度が高くなりましたということは書いています。オリジナルのペーパーは2014年の Nature Genetics になります。じゃあ、やり方としてはですね、2つあって、スコアっていうのと SNV っていう2つのやり方があります。で、スコアの方をクリックすると、これはVCF ファイルを、アップロードしてくださいって書いています。だいたい10、100、1000万、10万バリアントですね。で、これ、ありがたいのはですね、VCF ファイルの最初の5カラムだけでいいですよと。で、ヘッダーとかもいらないですよっていうことを書いてまして、例えばそのANNOVARとかで解析すると、こう VCF の最初の5カラムのところとかは簡単に手に入りますので、ちょっといくつか選んで、CAT テキストっていうのを作ってアップロードしました。で、CAT の偉いところは、この GRCH37 でも38でもバージョン、どちらのバージョンも指定可能です。で、このアップロードバリアントをクリックすると、26バリアントがちゃんと読み込まれましたよって書いてて、でしばらく待つと、解析が終了します。で、解析が終了するとですね、こういう表示が出てきて、You can download your output here ということで、これをクリックするとですね、この TSV、タブ区切りのテキストで、GZ で圧縮されたファイルが出てきます。なので、皆さんこれを回答してですね、使ってください。で、私ですね、この、26バリアントをミスセンスバリアントを入れるのと、コーディングのインフレームの欠失を入れるのと、それとイントロのバリアントを入れるのと、でシロニマスのバリアントを入れるという、一応いくつか選んで入れました。で、それの結果がどうかっていうと、ちゃんとですね、彼らが言うように、すべてに、スコアがついてます。これ2種類のスコアがあって、ロースコアっていうのとフレットスコアっていうのがあります。で、このフレットスコアっていうのが高ければ高いほど、病的意義が高いってことになるんですけど、結構マイナス8とかのイントロンマイナス8のバリアントとかも20近くありますし、マイナス7のバリアントも結構 22.7、プラス3のバリアントも 19.93 と高めに予測されてて、それ以外はかなり0点とか2点とかなってるんで、結構メリハリがついてるかなと思います。で、スプライスサイト、キャノニカルスプライスサイトとしてプラス2があるんですけど、これはもうめちゃくちゃ高く 27.5 とちゃんと予測できています。で、シノニマスバリアントもかなり一般的、本当に低い値で、これがそうだろうなっていう気がします。じゃあ、このロースコアとフレッドスコア、どう違うかっていうのを次で勉強していきましょう。ロースコアっていうのは、高ければ高いほど実際の集団中には認められず、シミュレーションで認められるバリアントであるということを示しています。つまり、シミュレーションでは認められるけど、実際の集団中にはないということは、選択圧の中で消えていくような悪いバリアントだということで、それはデリテリアスエフェクトを持つ可能性が大ということになります。で、フレッドっていうのがさらにこう解析しやすいように、すべてのバリアントをランキング化しています。で、フレッドスコアっていうのは、こう次世代シーケンサーの塩基の読み取りの正確性を表すときに出てくるスコアなんですけど、スコアが30だと 99.9%、スコアが20だと 99% っていう感じで、正確性が表されています。で、CAT のフレットの場合はですね、40だとこれに沿ってトップ 0.01%、30だとトップ 0.1%、20だとトップ 1% で、10だとトップ 10% ということで、じゃあ、どこをカットオフにした方がいいっていう話になってくるんですけど、彼らはですね、10から20の間のどこかに置くことを推奨しています。というのは、今は使われていないバージョン 1.0 で、スプライスサイトバリアントとミスセンスバリアントの中央値がだいたい15ぐらいだったということだそうです。で、こっちの SNV の方ですけど、これは個別入力と範囲を入れてまとめて解析っていうの、どちらも可能です。これがレンジだとこういうふうにある一定の範囲を入れてあげればいいと。で、今回はですね、この BRCA2 の1個だけを解析しています。で、GRCH の38を選択してあげて、バージョンの 1.6、一番新しいやつを選択してあげて、13番染色体のこのポジション、このポジションっていうのを入れてあげます。そうすると、すぐ出てきて、フレッドスコアが 24.6 ありますので、トップ 1% には入ってるバリアントだということになります。で、この、CAT スコアっていうのはですね、UCSC のゲノムブラウザーでも確認することができます。UCSC ゲノムブラウザー行って、下の方にフェノタイプ&リタラチャーっていうのがあります。ここで CAT っていうのがありますので、これをクリックしてもらうと、SNV の場合、シングルベースペアミューテーションの場合と、デリーションやインサーションの場合というものが用意されてまして、このハイドをですね、小に変えてあげると見れるようになります。こんな感じでですね、まあ、色が濃いのがスコアが高くて、薄いのがスコアが低いということになるんですけど、これ拡大してあげて、ここにカーソルを与えてやると、値が出てきます。これフレットスコアですね。で、このUCSC のゲノムブラウザーで INSEE-ECO の解析ソフトのスコアが見れるっていうのは実は2つしかなくて、CAT とこのレベルスコアっていうものだけです。なので結構 UCSC の中で CAT っていうのは重要視されているということがわかります。で、これイントロンのバリアントとかもアノテーションできるし、シノニマスバリアントもアノテーションできるので、まあ、ぜひ自分の、ローカルコンピューターでアノテーションしたいなと思うんですけど、結構すごく重い206ギガバイトぐらいのファイルをダウンロードして、で、Python 環境と SnakeMake っていうその並列化のプログラムを入れてやればできるそうです。チャレンジしてみてください。じゃあ、最後2つですね、スプライシング予測について、紹介していきます。まず最初がこのスプライス AI ルックアップというもので、これは SNV もできるし、インサーションデリーションも、しかもエクソンでもいいし、イントロンでもいい、何でもござれということになります。で、もともとはですね、このセルに2019年に出た論文でして、これ、イルミナ社が作ってるんですね。でも、イルミナ社がサーバーとかを運営してくれるわけがなく、どこがサーバーでやってくれるかっていうと、ブロード研究所のトランスレーショナルゲノミクスグループっていう人たちが、このスプライス AI を入れたサーバーを作ってくれて、メンテナンスしてくれてます。で、入れ方としてはですね、いくつかやり方があって、まあ、好きなものを入れてやってください。まあインサーションの入れ方とか、デリーションの入れ方とかも書いてます。で、あとはこのスコアタイプっていうところと、マックスディスタンスというところを説明しますが、これ、マスクドとローがあって、じゃあマスクドされるものは何かっていうと、正常のスプライシングが、まあ、バリアントによって強くなって、で、新たなスプライシングは弱くなるような予測をマスクするかどうかでして、こういうバリアントって、まあ、正常のスプライシングが強くなって、新たなスプライシングが弱くなるようなものって、病気の原因にはまずなってないと思うので、まあ、僕はマスクしていいんじゃないかなと思ってます。マックスディスタンスっていうのも重要なパラメータです。これは、このバリアントの前後何塩基を調べますかっていうパラメータでありまして、消失あるいは出現するスプライス V をどの範囲で調べるかということになります。マックスはですね、1万です。つまり10キロ。10キロ、バリアントから10キロの範囲で調べるということになります。まあ、サーバーでやるときには別に、1万とかでやってもいいのかなと思います。予測アルゴリズムの障害です。これもオープンアクセスなのでちょっと紹介しますが、イルミナ社が作ったもので、イルミナ社っていうのはですね、かなりお金があるためか、作ったその NGS 解析用のプログラムはみんな精度がいいです。マンタとかキャンバスとかいうのは、NGS 関係だとあるんですけど、それも2つともすごくいいプログラムです。で、アルゴリズムはディープラーニングをやってます。機械学習でもなく、もうディープラーニングです。で、何を使ってるかというと、ジェンコードのでアノテーションをつけられたプレメッセンジャー RNA を使って、で、ディープラーニングをやってるということです。で、この名前としてですね、潜在的なクリプティックなスプライス V というものが出てくるんですけど、スプライス AI は、この、まあ、普段ちょっとしか使われてない、だけど、変異バリアントによってこれがすごくよく使われるようになるっていうような、こういう潜在的なクリプティックなスプライス部位を見つけることがすごく上手でありまして、そこで同定された転写産物の 75% は RNA-seq で確認できたということだそうです。で、さらに彼らは、この論文では、神経発達障害のデノボのバリアントを調べたところ、9割はプロテインコーディングなんですけど、10% ぐらいはですね、この潜在的なスプライス B を使うようなスプライス異常を引き起こすバリアントが示してるんじゃないかということが予測されるということでした。じゃあ、3つ、このイントロのバリアントを解析しています。1つ目が GNAO1 でして、先ほど最初の方に、RT-PCR でバンドを見せたバリアントになります。ここですね、エクソンからマイナス8なんで、8塩基上流のグアニンのグアニンがアデニンに変わっているというバリアントです。で、マックスディスタンス50で普通にデフォルトで解析しました。なので、バリアントプラスマイナス50でアクセプターあるいはドナーが消失出現するかを計算してくれてます。で、そこから最もスコアが高い位置を表示してくれてます。なんで、0.92 の8ベースペアというのが最も高いスコアで、1の2ベースペアというのが最も高いスコアとなります。で、この8とか2とかは、正の値が3プライム側に移動するということで、負の値が5プライム側に移動するとなります。なので、8っていうアクセプターロスが8ってことは、1、2、3、4、5、6、7、8と、ここのアクセプター V がなくなりますよっていうのを 0.92 という高い自信を持って予測しているということになります。また、アクセプターゲインに関しては、2ベースペアになっているので、ここから1、2ということで、こういうふうに、ここがアクセプター V として使われるよっていうのを、これも1期なんで、もうほぼ自信、100% の自信を持ってということで予測しています。これは先ほどもバンドを見せましたけど、サンガーシーケンスでも確認しています。6塩基の挿入になります。じゃあ、このデルタスコアが 0.92 とか1とか、高いほどいいっていうのは分かるんだけど、じゃあ、式位置としてどれを使った方がいいかっていうのを、この論文の図を使って説明します。これ、スコアが 0.2 だと、この感度、再現率としては 0.8 ぐらいになって、感度はすごくいいと。だけど、そのバリアントをバリデーションできる率っていうのは低いですよと。で、0.8 だと、感度はやっぱり低くなっちゃうんだけど、バリデーションできる率は高いですよというトレードオフの関係になってまして、彼らは 0.5 推奨ってなってます。ただ、スクリーニングとして引っ掛けようと思うと、0.2 ぐらいで感度を高くした方がいいんじゃないかなと、個人的には思っています。で次にフィブリリン1のマイナス15のバリアント、ここですね。エクソンから15塩基上流のグアニンがアデニンに変わっています。これ、普通にデフォルトのマックスディスタンス50でやると、アクセプター、ここのアクセプターがロスになりますよっていうのが 0.24 で予測されてます。これ、マイナスになってるんですけど、フィブリリン1はですね、コーディングだとグアニンがアデニンって表示されて、ゲノムだとシトシンがチミンってなってるんで、アンチセンサーにあるんです。なので、マイナス15っていうのは、ゲノムでの話でして、コーディングだとこの3プライム側に行くというふうに考えてください。で、このフィブリリン1なんですけど、マックスディスタンスを1000にしてやると、アクセプターロスは変わらないですけど、アクセプターゲインでもうちょっと高いところが予測されました。バリアントから56塩基、これは下流になりますので、この図で言うと上流ですね。この辺にあると。何か新しくエクソンができるかもしれないということです。で、じゃあ答えはどうかっていうと、マックスディスタンスは大きい方が良さそうということになって、ウェブでやるときには結構高くていいかなと思います。で、答えはですね、これイントロンの保持っていうのは分かってて、まあ、イントロンの保持はやっぱり結構なかなか予測が難しいのかなと思います。で、最後が POLR3A という、遺伝子のプラス312番目のシトシンが致命になるというものです。これはですね、これもアンチセンサーに載ってて、ゲノムだとグアニンがアデニンです。で、ここがバリアント、シトシンが致命に変わってるんですけど、解析するとですね、アクセプター原因が130で、ドナー原因が2塩基ということで、まずドナーがすぐ2塩基上流にできるということなんです。ここがドナーサイトになります。ドナー原因サイト。で、130だからここからだーって言って130で、ここがアクセプターになります。つまり、こういうですね、エクソンが出来上がるっていうわけなんですよ。これ、まあ 0.55 と 0.77 なんで結構高い自信を持って予測してますけど、これ実際に RT-PCR やってサンガーシークエンスすると、ドンピシャ、まったにドンピシャで予測できておりました。なので、まあ、これを思ってですね、こうスプライス AI すごいなと思うわけです。じゃあ、スプライス AI すごいので、じゃあ自分の VCF ファイルにアノテーションどうやってやろうかってなるんですけど、これは Python 環境があれば、PIP とか Conda で結構楽にインストールできます。で、インプットの VCF をと指定して、アウトプットの VCF を指定するだけで動くんで、まあ、あとはゲノムのバージョンとか指定しないといけないんですけど、結構シンプルです。で、結果は VCF ファイルのインフォフィールドに記載されます。マックスディスタンスを増やすと、いいんですけど、やっぱりそれだけ解析時間はかかるということになります。で、最後に紹介するプログラムが ESE ファインダーになります。これは私が横浜市立大に移った頃から使ってる、古い、プログラムになりまして、最後のアップデートが2007年です。で、もともとはですね、このエクソニックスプライシングエンハーサーを見つけるプログラムで、ESE に結合する SR プロテインを見つけるのが主な目的になります。ただ、マトリックスライブラリとして、本ちゃんの SRP プロテインとスプライスサイトの2つがあって、このスプライスサイトを使うことで、スプライシング予測ができます。で、配列をですね、ゲノム配列を5000塩基以下で貼り付けてあげるということで、スプライスサイトを予測します。で、最初の2つを、まあ、見ればいいってことになるんですけど、この 5SS っていうのが、5' のスプライスサイトでドナーサイトになります。で、3' のスプライスサイトが 3SS で、これがアクセプターサイトになります。で、まずその配列をどうやって取るかっていうところになりますが、これは UCSC のゲノムブラウザを使って、バリアント前後の配列を取得することができます。先ほど紹介したこの GNAO1 のマイナス8のイントロン8番目のバリアントですが、GRCH の38だとこのポジションになりますので、まあ、16番染色体のこのポジションっていうのを入れてあげます。そうすると、1塩基のところで表示されるんですけど、このビューの DNA というのを押すとですね、GetDNA という、画面が出てきて、これで、上流1000塩基、下流1000塩基を、余分に作ってくださいということを言って、で、私はリピートはだいたいマスクリピートで小文字にしちゃうんです。で、もう一つ、遺伝子がどっち向きにあるかっていうので、このリバースコンプレメントをチェックするかしないか決めるんですが、GNAO の場合は、コーディングで GE、グアニンがアデニンで、リファレンスゲノムでもグアニンがアデニンなんで、これは、普通にセンスストランドに載ってますので、これにチェックは必要ありません。で、GetDNA すると DNA 配列が取得できます。で、こんな DNA 配列が取得できます。これ範囲見ると、このエクソンの前後が取れてるってことです。で、ちょうど真ん中が、塩基地下のところなので、このグアニンが、アデニンに変わっているということになります。じゃあどうやって解析をしていくかというと、このバリアントによって予測スコアが低下するということを見たいので、域値は全部0にしてください。で、ファスト A 形式かマルチプルファスト A でいいので、ワイルドタイプを入れて、引き続いてバリアントを入れるっていうのでもいいですし、2つ、ホームページ立ち上げて、別々に解析して、並べて解析してもいいかと思います。まあ、並べた方が見やすいかもしれませんね。で、あとは、変えたるところはですね、大文字であれば小文字にするとか、ちょっと大きさを変えると、後の結果でこの場所が、バリアントの場所だっていうのが見やすくなります。で、解析すると、こういう結果が出てきます。これ、ここのスプライスサイトが消えて、新しくスプライスサイトができるということになるんですけど、ワイルドタイプだと、この994っていうのが、このスプライスサイトになります。これがスコアは 8.33480 なんで、結構高く予測されています。それがバリアントになると994は 8.043 でちょっとだけ下がる。ちょっとだけ下がるということになります。ただ、このワイルドと比較してバリアントでないのは、ここにバリアント小文字にして分かりやすい A があるんですけど、全然998という場所はワイルドタイプでは予測されてないんですけど、バリアントで 12.378 という高い自信を持って、予測ができています。つまり、この部分はですね、ちゃんと高いスコアを持って予測できているということです。じゃあ、他のバリアントはどうかっていうのを ESE ファインダーで調べてます。で、フィブリディン1はマイナス15、ここですね。エクソンからマイナス15のグアニンがアデニンに変わってますけど、これは、このアクセプターサイトがどうなるかだけが解析できまして、ワイルドタイプだと 7.2 で、ミュータントだと 6.8 で、ちょっと微減するっていうぐらいで予測ができています。これはもう、なかなかイントロの保持っていうのは予測するのが難しいので仕方ないかと思います。じゃあ、新たにエクソンができたポロ R3A はどういうふうになってるかっていうと、これ、まず 5SS なので、これがドナーサイトです。ドナーサイトは、ワイルドタイプだと、このドナーサイトが 3.944 で、もともと予測されてたと。それが、ここにバリアントが入ることで、10.8 まで跳ね上がるということで、ドナーサイトが、よく使うようになるっていうことが、これで予測できてます。じゃあ、アクセプターサイトはどうかっていうと、ここがアクセプターサイトになるんですけど、ワイルドタイプでもバリアントでも 7.06 で変わりありません。ただ、7.06 っていうのは非常に高いスコアですので、このスコアが高いというのはもともとやっぱ潜在的、クリプティックなアクセプター部位として、ポテンシャルがあったと。それがこのドナーサイトが新たに出現することで、エクソンとして使われるようになったということが、予想されます。以上が私の、講習会になりますが、テイクホームメッセージとしてはですね、様々なインシリコ解析プログラムが開発してまして、解釈や絞り込みに利用可能です。で、今はもう機械学習とかディープラーニングといった人工知能を利用するプログラムが主流です。ただ、インシリコ解析はあくまでサポーティブなエビデンスであることを認識する必要があります。特にミスセンスバリアントですね。で、ミスセンスバリアントの解釈のストロングエビデンスは機能解析なので、ちょっとハードルは高いですけど、バリアントの機能をちゃんと調べようと思ったらそれが必要になってきます。一方、スプライス以上に関しては逆転写 PCR で証明可能ですので、機能解析として実行するハードルは低いです。ミスセンスに比べると。なので、スプライス以上を起こし得るバリアントをピックアップするっていうのは大事で、インシリコ解析は重要になってくるかと思います。以上です。ありがとうございました。